どうもリウチです今回ですねちょっとある商品が届いたんでね早速ね開封していきたいと思います今回あれなんですよもうあのちょっとね自分が使ってるこれこの中開けてみせますけど今このパナソニックのこのリチウム電池使ってるんですけどこれのね大容量版として注文した商品が届いたんでねそれをちょっとお見せしたいと思います ええ、ね。で、こんな感じ。こんな感じで送られてきます。ね。で、こういう風になってて。で、これがですね、ええー、どういった商品かというとですね、パナソニックのですね、エネループのね、大容量。えっ、ー、とね、これが企画名、型式がですね、ええー、型式がですね、K-KJ55HCD40 ということで、 はい、これをね、今回頼んだんですよね、えー。金額の方を言っときます。はい、2500、あ、違う。違うな。<laughs> えー、金額の方を言っときます。2582円。はい、えー。これ、炭酸電池がね、4本ついてるモデルになります。こんな感じ。早速、ちょっと開けていきたいと思います。もうね、ほんと、これ、今からでもすぐね、充電したいんですよ。 で、中身を開けたらもうこういった感じで入ってます。で取扱説明書。この取扱説明書に肝心要のね、ここ,こ。これが保証書だな、多分ん。ね、これ多分保証保証書。 保証書ね。はい。届いたその日にね、あのー、期日、期日日付書いといてくださいね。あのー、販売店と電話番号とかね。うん。すいませんね、もうサブチャンネルなんでね、もうさっさっさっとこう、まあ、適当に間違える部分もありますけども。えー、充電時間の目安といたしましてはですね、えー、炭酸2本充電にかかる充電時間。2時間です。はい。 えー、その他詳細につきましては説明欄に載っけておきますんでね、まあ、こんな感じで買いましたちょっとねもうほんとこれがね今現在使っている状態で満充電で今3時間使えればいいんですけど、まあ、それ以上ちょっと長くなった時に電池が切れたら困るっていうことで、まあ、今回これをね買わさせていただきましたそのまま差し込む まあこれができないっていう場合は10センチかなんかの延長コードでもいいんでそういうのをね使ってねまあデスクの上なりなんなりとねまあ充電できると思いますんでまあちょっと本当急遽早く欲しかったんでこれが購入させていただきましたえ一応この充電器のですね品番の方がですね BQ-CC55 ということでこの電池に適合する充電器の型式ですはい もう1回言いますね BQ-CC55。はい。ということでね、ちょっともう、まあ、こんなふうではありますけども、ちょっとね、そろそろ終わりたいんですけども、もう長く使える大容量って書いてありますんで、ねえ、あのー、2500ミリアンペアヘルツって言ったらいいんですか繰り返し約500回使えるということで、ね、ここにも書いてありますんでね。 はいといととうことでもうお時間となります。もう詳細に関しましては、ね、あの説明欄を載せておきますので、Amazon リンクをです、ね、そちらから観覧の方よろしくお願いします。それではまた何かありましたら、あのーね、紹介の方していきたいと思いますね。このサブチャンネルにてね、うん、まあ大した商品ではありませんけども、ね、皆さんね、ね、えー、ちょっと本当、かみかみすみません。ちょっとバタバタ今日忙しいんですよ。<laughs> それではまたすみませんでした。ありがとうございました。